音が。おかしくなってる。バグってる。あーもう。やるぜやるぜ、俺たちだから死なない人ってか、自分で回復できる人来てね。たまーに回復遅い人いるんだよね、あれ助けらんねえから。あ、無理無理無理、回復の意識が低い人ってやばいから。
やっぱりこの時間帯でもやりたい人たちいるんだなと思って、嬉しいことだね。ね。ロマンシングサガで偉いことに今なってたからね。物語があんまり進まない状態になってしまっていて。トレードやってしまっていて、時間潰してしまった男になってしまった。ほとんど敵と戦わないという、なってしまったよ。あれ、どこにいんだろう。こっちでいいの？構わねえ？でいいの？大違う気がするんだけど。違うだろ、これ。近そうだけど、あ、上が、降りられないのか。エコーフの道じゃなくてさ、だよね。みんな慣れてきてくれて、ローマンの普通の陣容が足だと安定感あるな。これ倒したんだよ。倒したのかよ。これはちょっと薄めっち、なんだか分かんない。何これだ。みんなここ上か、ここ上か、なんとかつね。涙。1個は多分武器作れるはずよ。
ような種の歴戦と、エルギガンっての歴戦と戦ったら終わりでいいんじゃねえかな。武器的にはこの爪と、なんとかの石なんだけど、まあ、身はいいとしたら、ずっとあと、え？あと2個？当たってと双剣じゃなかったっけ？だが。身はまあ、まあねえからな。あげねえだろ。コス超えてるから。ということ超えてんだったらあれだけど、確か、特性値は超えてないはず。そうやよ。あれが足りてねえじゃん。爪がなんか1個手に入ればいいなぐらいのノリだな。石に関しては、あ、玉が玉。あの、玉に関しては、3つ必要だけど、まあ2つでいいんじゃない。火曜日でしょ、火水木。あと3日間で1個ずつ。なんでかっていうと、あれが入るからもう、わかんなくなるわ。だからこの3日間で勝負だね。爪は勝手に戦えば入るけど、石に関しては、もう状況によっては弓を切り捨てて、出す。あるならもう、あれを使ってやった。マカレンキン、マカレンキンじゃねえけどなんだ。買うやつで、買って、使ってもいいと思う。普通のジオガの足はもう消化試合だからな。やる意味ねえからな。ジオガの足は。入っていい。闘志なき者は猿だからね。闘志なき者は猿。ニューヒロちゃんはね、もうね、闘志がない奴はもう蹴るからね。戦う気持ちだよね。いいの。ここまでの、ここまで来るまでの間、どれだけ思い続けて、どれだけ戦ったかっていうことでわかるから。ああ、悪いけどね。14種使う人間はね、ごまかせないから。全然ごまかせるって言ったら、ヘビーボーガンとかライトボーガンくらいなもんだよ。いやいや、ごまかせるっていうのは。ただね、大体ね、ヘビー使いとかね、ライト使いがね、あのね、簡単に沈むからね、心大きなく切れるけどね。うん。じゃあまあ、心優しい男だけどね。基本的にヒロちゃんは心が優しいけどね。今のね、今のヒロちゃんはね、もしなき者はされ、またスタイルが、だからね、まさっとスタイルに変えてるから、ね。まあ、ヒロちゃん、スタイルはね。
入るのは自由。ただ導きだから、ねえな。けどな。うん、死ななければ別に。いや、死ね。怖いだけだ。出てみて。導きだから蹴って覚えてもらうっていうのも一つの手だからね。この人蹴る人だって思ってかも。蹴ってんじゃないから、全員も。慣れてもらうためには導きっていうのは結局一人で戦った方が慣れるじゃん。いやでも戦わなきゃいけないし。戦うのは自由だけど、やっぱり責任も戦わなきゃいけないんだよってこと。外人さん、確かにさ、無責任にさ、軽く死んでもいいだろうのノリで戦うのってダメだと思うね。ここは思いだよね。絶対に勝たなきゃいけないって言ったら、まずこなすしかないよね、戦って。自分なりの勝ち方を磨いてくるしかないよね。そういうのは感じられないようであれば、スキル、技能、何でもいいから、死なないように調整していくべきであって。死ななきゃいいだけだから。言ってんじゃん、マルチ。死ななきゃいいんだよ。ああ。攻撃的スキルいらんわ。YouTuber が進めるボーンいらない。死ななきゃいい。人によって違う。正解は。死なない装備にしてくれたらそれが正解。4人で戦うチーム戦だから。大人数で戦ったらね、いくら1人が素晴らしくても他のメンバーが素晴らしくなかったら負けたら意味ねえんだから。ってことだ。全部ね、平行かもしれないやつ、チームワークがあって勝てれば勝ちなんだよ。大体戦だからな。でも 100m のコーンをやってるんじゃないなとか、100m のコーンやってるわけじゃないから、じゃあいくらかだもんは水平に時間内に飛んでばいい。備えてねえから君たち来るの待ってたよ。罠とかも使ってないからさ、こういうような戦い方を。え、他のプレイヤー、あ、お食事券使ってんのか。この人は蹴らねえわ。この名前が長い人は蹴らねえわ。さすがにお食事券使って蹴るのって申し訳ねえから蹴らねえわ。うん、高級お食事券使ってんだろ。蹴らねえ。この人に関しては蹴らねえ。この名前長い人は蹴れない。蹴れないだろ、人間として。捕食事件必死で使ってやってんのに。うん、他の二人はね、悪いけど蹴るわ。うん。捕食事件使ってるの見てさ、蹴るような俺、やからじゃないから、この外人の方が必死で。ね？やった捕食事件。捕食事件を少なくても使おうと思ってんだから、思いはあるわけだよな。なくても。でも俺死んじゃったし。あ、待ってたよ。わ、ここで使うんじゃなかった。しまった、もう。待ってる間に、待ってる間に、先輩に。みんなが来るまでに、技を食らってしまった。よし。待ってやがって。
ただ優秀な人たちばっかりだね。え、終わったのこれ。でしょ、終わってないよね。え、僕だけなんだよね。終わったのまさか。終わったのこれ、終わったパターン、終わったパターン。他の V 破壊だよね。まあ優秀だから、あの危ないところは俺が塞ぐからね。ああ、まあ塞ぐって待たせてるんじゃん。行かないなんて。ダメじゃん。やらして。俺が行かない。やっぱりみんなも今日だんだん覚えてきてるけど、ラッパー弱いのにぬるいのになれるとダメだな。歴戦ベースになれないとやっぱり、歴戦のこのベース、このあっちの方になれないとダメだね。ぬるいのばっかりやってると、強いのになった時に、うん、勝手にできねえっていう。この技を
まあなんとかみんな死なせないようにはできたからよかった。最初に自分が死んじゃうっていうハプニング的なところはあったけど、まあ外でやってるわけじゃねえからね、外でやってるわけじゃないから、まあ別にあげたところで、ただ来た時にマルチだからみんな来た時にどうなるか、その前に調べなかったわ。なんか、バウンティーやってた。やんのこれ、なんかやんだからやっていいよ、みんな。まあ。これは止めよう。これは抜くけど。だってもういねえじゃん、メンバーが。いいメンバーいないから、もう抜けるよ。ありがとう。あとはネイルギガと。いや、できればいいな。死んじゃったからな。爪は食えない、爪だけ。弾は出ないからいいけど。食えない、爪。それでいいんだよ。今日なんか死んだ割にはなんか出てきたぞ。お、出てきたぞ。ついできたぞ、行きます。爪的には揃ってんのか。もうケントライトの分ぐらいは。弓の分はもういいわ。あの、弾を集めるためにはやっぱ、金枠のやつでやった方がいいな。金枠。四つ。あ、今だと多分野良でもクリアできそう。この歴戦レベルでもクリアできそう。まあ、たまたま上手い怪人さんたちが来たのかわかんないけど、たまたま怪人の猛者3人が揃ったのかしんないんだけど、あ、ピンチはあったよ。確かにピンチはあったけど、ちゃんと目は、あの、塞いだから。ピンチの目は塞いだ。詐欺ながら戦ってたわ。ははピンチの目は防ぐと探っていうのは、うん、プロの技だからね。これは、これは自分の技だわ。基本的なもんだからもう、任しとけって感じで。そこそこみんなが上手くなってくれれば、俺が楽になる。ついに来た。ついに来たか。ついに来たけど多分、クリアできない。これね、やばいと思うで。たぶん、導きのこっちの方。あ、こっち行こう。まず。明日でいいや。うん、導き。ジンヨーガ足はやっぱりみんな慣れてきて、そもそもジンヨーガの足ってジンヨーガのちょっと強くなっただけじゃねっていうに気づき始めたのかわかんないんだけど、エネルギーアンテもそうなんだけど。ジンヨーガ足はもうなんかみんな完成度高まってきてるね。出してもいけそうな感じがする。エルギガンテが心配。おい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 、こっちかよ。来てるわ。来たよ。集まってこねえよ、こんなに。こんなまがいものの、まがいものにやってこねえよ。分かってる人であればあるほど。まがいものの、まがいものではない本物じゃないと思うね。ところがね、
氷の氷のやつじゃなければね。これは偽物だよ。でも、まがいもんだよ、その。100未満はケロ。さすがに。100未満で入ってくるって、そもそも100の、普通のネルギガンテと戦ってないってことだから。戦う気持ちっていうのは感じないから、絶対に。何度か100、ちょっとぐらいのやつは、ちょっとそれよりもやることあんだろうっていう。うん、やることあるよねっていう。強化動画終わってますかっていう。ちょっと1試合挟んでからするわ。1試合なければあれがそもそも回数こなせねえからこそやるべきである。やるべきだ。少なくともネルギガンテの方は完成度が低いかもしれない。他の人が能力が上がってくるまで、他の人が上手くなってきてくれればくれるほど俺が生きるからね。より確実に勝てるようになる。初日がほんとやばかったもん。みんな死ぬ、みんな死ぬの祭りだったもんな。ぬるい方に、やっぱりぬるい方ばっかりやってると。ぬるい方ばっかりやってると強い方ができたときに、なんか、痛くなる気がするな。まず、チャンスは生かして、動かない。手が手に入ればまあ OKOK で残り10個、10個ないし5個。
からいいけどね。何だね。7割ぐらいのダメージからなんかダメージなんか混ざってたね。Yeah.
パターンじゃん、これもうやばいじゃん、もういけないパターンじゃん、変な回復の精密に繋がったらやっぱり上の飛行がやっぱりダメだったって、頭も同じすごいね、これがトンじゃないから精密に繋がらないけど、だけっていうのには褒めてるから、うん、結構完成度が良くなってきて、うん、2番手ちょっと使いましたけど、まあもうね1時間経っちゃったからね、台風でやって弾欲しいけどもういいわ、エルギガンテやって終わろう、ユーガー妻の僕たちは俺まあこれ来て罠仕掛けるやん、このマジでいいんじゃない？あ、今日はの。あ、いいね、いいね。それぞれやった。あれ、ジャッカー。あ、で、リオロスと戦いたかったらどうぞ。俺は帰るけど。エル、うん。リオロスは、もういいとして。あっても、普通のタイプの G1 ぐらいしかやられそうもない。もう爪か。で、だったらまだいいか。あと9、あ、4。弓矢を捨てれば。弓を捨てれば。まあ、武器なんて1個作ればいい人がほとんどだし、覚醒武器が入ったらもうほんといらなくなるからね。弓はいらんのじゃない。まあ、残りの3つっていうか2つもいらないっちゃいらないよね。多分、覚醒武器が入るんじゃない？穴武器みたいになんか入るんでしょ？この、ヒル的なものは。
知らんけど、回復とかのあれがあればそれつけたいけど、なければないでいいんだけど、マルチを、マルチを、マルチプレイできれば、この攻撃は必要ない。攻撃スキルがなくなって別に、圧倒的な出血高められる。必要がない。マルチでやるんだから。ぶっちゃけると必要がない。攻撃スキル？うん、いらない。そんなものよりも本当必要なものスキルが、ちゃんとあるから。ご勇士は無理でしょう。カラスも、ご勇士はまだ可能性。おお。ただね、負けで終わるのは尺に触るけど、やばい人来たらもう終わると思うよ、これ。やばい人来たら終わるよ、これもう。やばい人来たら終わると思うよ、これ。世の中やばい人来んだもん。人狼殺のキッズみたいな感じで。キッズは全員悪いわけじゃないけどね。お、隕石。練習試合。ちょうどいい隕石。このマスターもね、びっくり仰天すると思うわ。俺も言いたいこと分かると思う。このマスターもね、えらい目に遭うと思う。ちゃんと見た方がいいと思うて。100未満で来るやからももしかしているかも。あ、100未満は受けれないのかな。さすがに、普通のネルギーなんてすっ飛ばして、この強い、あ、この子もこの7400超えなきゃダメだったっけか。だったらまず100は超えてないとお話になんねえだろ。100、ああ、いっぱいだな、メンバーが。何でしょうか。800だったっけ。1.1倍、1.2 倍だからな。あれ？セガオ、あれ、ソンのあれって終わってれば900だったような気がするのかな。違うか、800か。嫌な予感しかしない。いや、嫌な予感しかしない。助けて。嫌な予感。だよね。さ、マジでさ、マジでなんで900で乗り込んでんの？マジでもう、800って君たちにやるべきことってね、ネルギガンって倒す前にね、導きってね、レベル7のホリュー倒してね、ボムのあれ上げないといけねえぞ。これね、通りでね、苦しい。通りでなんかやたら死ぬ人が多いなーって感じてたの、そういうものね。ボームのレベルをね、上げた方がいいよ。あ、これは人の食えだから別にはいいんだけどね。これもどれだけやれるかどうかわかんないけどね。ボームのレベルをね、上げられるためにはね、これやる前にね、私はね、アスターを除いて、アスターにも言えるんだけど、導きのレベル7の交流はなぜあるかというと、石が入るんだよ。大なんとか石って入って。この石でカスタム、あ、なんだろう、ボームのカスタムができるわけだね。ざっくり言うと、ボームの効果が、ボーム強化ができたりする石があったりする。この石がコリューから取れるんだよね。こっちの方をちゃんとやるべきであってね。うん。だってそっちをやらないとね、みんな多分900ぐらいになってるはずなんだよね。それとも俺だけ違うのか。ね、だってボームの、だって俺レベル7まで上げてないでしょ。レベルってこう、うん、やっぱりそうだ、うん。カスタムが終わってない。うん、カスタムが終わってないってことは耐えられなくなるよ。うん。100何分やっていくことはまだあるんだよ。ボムパッチ飛ばして、携帯のゼロジーバだ、キャスターって言ってくるから、ゼロジーバはいけるのかもしれないけどね。飛ばすとね、結構、ボムパッチ足りてないんだよ。
わかる？防御力が低すぎるの。響きのレベル7の防御を保つべきなの。これまずやる前に。マスターは100ポイントでも上がるんだけど、他の人どうなってんの？マジで勝つ気ある？防御力上げないといけないんだけど、何のためにあるのかっていうと、こういうことなんだよ。こっちは装飾品が手に入るだけで、今皆様がやらなきゃいけないことは、犯人ともやらなきゃいけないことは、防御力を高めるために、防御の方は、どうか、防御の一つをしないといけないんだよ。敵のレベル7に出てくる攻撃パンがなきゃいけないわけだ。それで大難度が一瞬であるね。もうやらなきゃいけない。この作業を突っ込ましてこっちやろうけども、そもそも防御力が低いからすごいシビアな戦いになる。気を使う戦いがないな。あんまり耐えすぎてないね、もうこれ。もうね、直す気なくなってきてる。直すんだろ、直すことがもうね、あ、ほら入れるけどね、3つは入れるけど、で、3つは入れないよ。なんかこの子もさ、これ切ってくれればいいんだけど、これ強くなる段階になったら多分耐えきれなくなると思うよ。やるけどよ、やるよ。こんなに攻撃が大きくしてやると思うから、あんまり期待しないんだけど。押せればいいけどね、一番。いなきゃよかった。来てしまったよ、恐ろしいもの。まあ、今やる人たちはまあ100人くらいの人たちで、足りないものがある人たちがやってるわけであって、もう上手い人たちはね、山に登ってる選手みたいなレベルだと思う。そんなね、この世界に現れるわ。戦術が好きで、あれだろう、山には幻の存在がいると思われます。あちらの方で、レベル10は。倒せるかもしれないけど、もう
マスターによっては絶品ざっくりマスターもお魅力って好きでからね、そういうやつに書いてなったんですから、お魅力は上げてきた方がいいぜ、みんな一人の俺、一応だから回復しなくてできてるから萎えるからもう来ない。いや900だ。あんたも900。暗示をかけよう。ここじゃないとマジでやる気なくなって。萎えるってここに。いや今やってる人たちでは結構いるのかもしれないけど、今やってる人たちでもしかして分かってない人たちがいるんだろうな。このジアのサビジーバ生体ゼロディーバーと戦う時に防御力低いから蹴るってことになりかねないから、蹴られるところになりかねないからマジで言っとく。もうトリュード戦うべき。だったら、そうだな、例えば、氷雪もネルギーがあるとか。まあ、出んのかな、うん、出るんだったら。Thank you.
もね、多分ね、データが変わってなければ、カスタム多分900まで行くんでしょ、違ったか。800で限界か。2機のカスタムが終われば900になるんじゃないの。なるかな、なるかな。2機によって違うのかな。900が、多分900ぐらいだったと思うんだよ。これも 1.1 倍、900の 1.1 倍が 1.2 倍とかで、多分、ステーカー買って、だからね、やっぱ900ぐらいだと思う。おそらく900ぐらいだと思うから、あそこ行った方がいいよ。800だと思う。780は思ってます。840。いや。カスタムが終われば900な気がするんだよね。800かな。800だったら、850、42の人はまあいいのかもしれないけど、780の人は、なんか明らかに足りてないから、ホームのカスタムを終わらせないと、多分後で、もう早いうちなら多分その、サフィジーバーうん、でもジーバーの、まあ、確定で取ろうと思って、偉い目に遭う。可能性は秘めてる。100くらいじゃねえかな。多分100ちょっと、150、60の人とかってわかんねえのかな。今、エネルギーガンテ倒したい気持ちはわかると思うけど、導きのどこかのレベルを7に上げて、溶岩でもいいし、あ、ネロミエルでもいいし、あの、あっちの、サンゴでもいいし、今なら、調節したい。のレベル7に上げて、ネルギガンテはネルギガンテでも、氷雪のネルギガンテ、ネルギガンテは、とかあるんだけど、その、レベル上げないと多分、どうも。でもさ、フィジーバーどの程度なのかわかんねえんだけど、えらい目に遭うよ。あの、防御力が低いっても、あれで。うん。まあ、防御力が低くても、このまま、カスタムが上がらなくても、そのまんまでだらかって言ってるから、これを、あれを倒せるってことは、うまいんだろうけど。でしょ。まず900でしょ。多分これ系が高いだけ。購入高いよね。高いよね。多分終わってる。あ、カスタム多分終わってる。あ、このマークがついてる。終わってる。あ、819。僕のカスタムやった方がいいよ。大丈夫。今の時間帯、多分、今度のあれが始まれば覚醒武器取らなきゃいけないっていうことが多分始まってくると思うから。そうするともう、導きのレベル7やってる余裕がなくなる。で、問題なのがあれ、団体戦だけど、もうマスターによってはもう蹴る人出てくるかもしれないよ。フォーメル組で。900いってない。はい、蹴る。なるかも。怖いけど。どうなるかわかんないけど。なので、今のうちに、上げといた方がいいと思う。これが言ってる。まあ、俺はとりあえず終わりと。なんてもでオーガのアッシュ2回できた。まあ弾に関してはしょうがねえから中間で出るあのあれを2本もらえだからあれに合ってるっていうこともできるし、ていうかそもそも覚醒武器って何か使うのか、取った武器に対して何か当てるっていうことか。あーもうね、結構今から始めてる人たちもいるんだろうけど、なぜ導きがあるのかって言って、レベル7の交流がなぜいるのかって言って、こうやって頭に。防具のカスタム。他の人の、あ、俺らちょっと防御の弾をつけてるから参考にならないけど、他の人の、普通の人見れば900ぐらいいってるから。防具の完全なカスタムするために必要ってことなんだけど、
言葉で言うの。だから多分やった方がいい。